で先に前の処理をしますので、このまま帯上げをします。今きれいに、まあ、大体3本分ぐらいの幅をきれいに脇まで取っておいて、はい、で今きれいになったので一回預けて、脇からも見えますので帯上げはしっかりと三重紐を隠すようにですね、これ隠さないとここら辺じゃなくて、ちゃんとこの三重紐ですね、ここに帯上げが来て、脇から横から見えてもこうシューッときれいに際から隠すようにしましょう。はい、はい、前まで持ってきました。お着物は襟合わせと同じように帯上げを持ってきます。はい、でまず、まあ、左が上なんですけど、自分にとっては右が上に交差をして、はい、くるっと、でここでちょっと長さで幅を調節します、はい、でこのままですね、一回結びます。シュッと、で、はい、ここ綺麗なんで、ここが見える部分なんで、この余りの部分は中に入れましょう。入れてもらって、こんな感じですね。こんな感じにします。はい、じゃあ次帯締めいきます。帯締めはここにするんですけれども、こちらですね、このピラピラがどちらに来たいかによって持っていく位置がこっちだったりこっちだったりするんですけれども、はい、ですね、今回は右側に持ってきたい場合は左側から通します。はい、こうですね、はい、でここもあまり広げるよりは、ま、やっぱり20センチぐらいの方がすっきりしますね。はい、ここの柄切れのところは上に折り返して全部隠します。はい、でこのサイドは折ってもらって、結び目を隠すようにこの下もきれいにしてもらって、このまま前に行きます。でこの時にこういう飾りがついてるんですけど、この飾りは基本ですね、この中心に来た方がバランスがいいですね。はい、でこれピラピラがさっきのこう右に来てます。はい、で帯締めっていうのはこの帯の幅の大体真ん中に来るようにしましょう。はい、ただ少し若さを出すために真ん中よりちょっと上目がこう腰の位置も高く上がって見えると思います。若さが出ると思います。はい、まずくくります。でもう一回こうくっちゃいましょう。結構グッとしっかりめにくくってもらって、はい、でここ分かれてるので、まあ、ちょっとお花みたいな感じで表情をつけて、はい、でこちらも少しこうツイストみたいな感じか三つ編みみたいな感じにしてもらうと可愛いと思います。こういう感じ で、はい、で長ければこのままこう持ってきたいんですけど、この房がこうピラピラ真ん中から見えるよりはこのサイドにあった方が可愛いので、胴に巻いたこの帯締めの方にこう挟み込みます。ちょっとこうチラチラっと見える感じが可愛いですね。はい、でこちらも同じようにこうお花みたいな感じで房はどちらかというとこの帯の下線からは上に行った方がいいと思います。ちょっと房がこう並んでる感じも可愛いと思いますので、はい、まあ、これ決まりがないので、まあ、ちょっとくるくるこうアレンジでツイストだったりかけたりしてアレンジしてみてください。はい、
かがでしたでしょうか。帯揚げは成人式の振袖は絞りがほとんどです。で、絞りの帯揚げをいかにふっくらと可愛く見せるかがポイントになってきます。帯締めの方は先が分かれているものや、あと平組、丸受けっていうそれぞれ形が違うものもございますので、そちらを形に応じてどういった結びをしていくのが綺麗に見えるか、アレンジ方法などをお伝えしていきます。着付け教室のスケジュールは概要欄をご覧になってください。お待ちしております。